海の話ラジオのギンギンしてんじゃねえよ、うん、FM ながら、はい、海の思い出ですが、クラゲに噛まれた時、島のクソジジイから正面かけたのかと真顔で言われたのがめちゃめちゃ怖かったので、自分でかけますととっさに言い捨て、自分の足に標的を定め放尿しました。違う違う、イメージ全然違うからバカかよお前ら。もっと海の話、沖縄の海行ってきてナンパしましたのを聞きたいのは、そうですね、そっちですよね。ちょっと面白いな。ラジオネームムスカツ FM 三重、海の生物についてです。やはりバショウカジキですね。時速110キロで泳ぎます。僕も110キロで走りたいです。バカなのポケモン禁止。はい、すみません。1時間ダメ。お笑いもちゃってダメ。ダウンロードもしちゃダメ。ダウンロードいいじゃないですか。ダメだよそれやるから。絶対ダメ。俺毎週見るぞ携帯ダウンロードしているかしてないか。してたらもう携帯壊すから。やりたいよ。もししてたらなんかもう9000円ぐらいのなんか変な本をアマゾンで買わせるぞお前。やだー。いやー、洋書とかでしょ。やだ。ケツ出しエフェルト。やだ。私の会社に今インド工科大学の20歳の男子学生がインターシップで働きに来ています。向こうは日本語は話せず英語しか通じません。英語が話せない私はほとんど交流がなかったのですが、ひょんなことから金曜日に彼と居酒屋で飲むことになりました。一緒に同席した先輩はバイリンガルで、彼と楽しく英語でトークをしていますが、私は話せないのでずっとだんまりのまま。このままじゃいけない、何か話さなければ、あ、そうだ、あれを聞いてみよう。勇気を出して話しかけました。Do you know Phimosis? Oh, I know Phimosis! なんとこのラジオではおなじみ、Phimosis、方形が通じました。バイリンガルの先輩はPhimosisが分からなかったらしく、ラブ君というインド人ね、インド人の子に英語で質問しています。するとインド人の子は人差し指と親指をクイクイと動かしながら先輩にフィモーシスを説明してくれています。完全に通じている。こうなったらこっちのものです。 Are you Phimosis? No! Phimosis! I am Phimosis! Really? ウケた。僕の英語力でインド人を笑わせた。最後にとどめだ。ジャパニーズフェイマスコメディアン有吉セイフィモーシスフィモーシスフィモーシスインラディオ。おー、クレイジー。その後僕が人差し指と親指をへそのあたりでクイクイと動かすだけで、インド人の子は大爆笑。最高の夜になりました。有吉さん、サンドリのおちんちんネタは国境を越えました。よかったな。よかったなって。今日はいいメールが届くわ、ほんとに。鬱が治ったり、うん、インド人とね、コミュニケーションが取れたり、素晴らしいじゃないですか、こうやって。ラジオネームラッピング理論。ネットオークションに広瀬すず高校制服本物という商品が5000円から出品されていたので迷わず入札。ライバルは多かったが実家を売り払った18万円でなんとか落札することができた。しかし届いた商品は僕には小さすぎた。すずちゃんの制服を着るために一世一代のダイエットを決意したい。着たいのかよ。俺と一緒じゃねえか。一緒なんすか。期待派。いや、ちょっとまあ同級生っていうことではさ、ちょっとあの、はい、室伏広司が引退決めましたよね。ね、来ましたね。同級生ですよ、室伏広司。あ、そうなんだ。我々は。すごいな。すごいですね。すごい。いや、もうあの人俺もう引退することねえんじゃねえかと思ってたけど、ね、もうずっと強いんじゃねえかなと、復帰してもすぐ優勝するんじゃないかなと思ったけど、やっぱダメでね。いや、そうですね。室伏広司が体力の限界だったよ、やっぱり。いや、俺もショックだ、だから。もう俺はダメなんだよ、だから。いやまあ体力で比べたらね、もう42歳っていうのはもう室伏でさえ限界になる年なんだよ、あの化け物ですら。そう、確かに化け物ですけど、確かにイチロー選手とかね、まあ、それは数えればね、何人かいるだろう、あれがいるだろうとかさ、すぐごちゃごちゃ言うバカがいるけど、俺らにとってはやっぱり
松井秀喜、うん、室伏広治ですから。そうですね。寂しいですね。だからちょっとなんかその、まあ、スポーツ選手っていうのはさ、うんうん、まあ、42つはもうその室伏広治でさえもう限界なんだけど、うんうんうん、我々、まあ、お笑いの芸人、うん、タレントなんていうのはここからが脂が乗ってくるところですから、はい、そうですね、そうですね、はい、だからそういう意味でちょっとバトンタッチ受けた気分ですよね、室伏さんから。室伏さん、あんた頼んだぞ俺は体力の限界でお前までいけるだろ、頼んだぞって俺背中をボンって押されたっていう感じ。すごい力出る。化け物をこの受け継いでいこうと思ってた。やっぱりでも受け継ぎ方が難しくないですか、室伏さんの。何だけど、なんかだからボケてさ、なんか、はあ、いやオナニー昨日しちゃったよ、あああれあれ砲丸投げてっから出る声であってボケだったら、あーいや気持ちの距離が出るんですか、なんだ、いやすごい笑いが生まれるんだ大きい。あとあんまりボケるとき渾身のって言わない方がいいと思いますよ。なんでよ、ここ勝負だってボケするんですか。いやそりゃそうでしょ、だってもう、だって室伏にバトンを渡されてんだから、それはせこいことできないだろ。今日ちょっと練習不足ですなんて言えない。めちゃめちゃ練習してきましたこのボケは、見てください進行うわどこ飛ばしてんだよやっていくしかない。いや別にそこを継承しなくてもいいんじゃないですか日々の努力だとかそういうのでいいじゃないですか。別にボケだったらうーって言わなくても。はい、あ、松井選手継承してる声の高さ継承しちゃったよしっかり受け継いでます。いや室伏さんお疲れ様でした、ね、お疲れ様でした、うん、ラジオのケツダシエッフェルト、俺の喘ぎ声をオルゴールにしたものを桐谷美玲ちゃんにプレゼントすると、美玲ちゃんは、あ、このメロディーショパンですかと予想外の高評価をいただき自信がついたので、俺は行きつけのソープでもっと喘ぎたい。ラジオネームケツダシエッフェルト、エマ・ワトソンと書かれたパンティーが落ちていたので交番に届けた。しばらくするとエマ・ワトソンが取りに来たと報告があったので、俺はすぐ交番に向かう。エマ・ワトソンはサンキューベリーマッチとお礼を言って去ろうとしたが、俺は引き止めた。ヘイエマ・ワトソン、 10% プリーズ、 It's Japanese rule。 パンティーの1割を要求する。俺はエマ・ワトソンのパンティーの中で一番汚れている部分を切り取って持ち帰る。わかるー、出た出た出た、大きい色出ましたね。これじゃあ3枚ワンポイントで、じゃあエンジェル1枚あげておきましょう。じゃあ、ね、あすごい、3枚でエンジェル1枚あげておきます。ガイタレだらけの大運動会、一つ目の種目は借り物競争。第1レーンテイラースイフト、第2レーンミランダカー、第3レーンエマ・ワトソン、第4レーンキャメロン・ディアス。夢のような顔ぶれに思わず生つばを飲む俺、レースがスタートし借りてくるものが発表された。そのお題はなんと、ジャパニーズベリースモールペニスの文字。お題を見た4人は観客に向かい、Excuse me, Japanese very small penis, please。 しかし会場には名乗り出るものはいない。ここでやらなきゃ男が廃る。心の中で決意した俺はおもむろにパンツを脱ぎ捨て大きな声で叫んだ。 I'm Japanese, look me, it's a very small, small penis。 会場のボルテージは最高潮。しかし俺のチンコは一つのみ。平和主義者の俺は5人で手をつなぎ同時に仲良くゴールしたい。わかる、わかるわかるっすね。何言ってんだ本当に。わかるけど、わかるけどって。 I'm Japanese, look me, it's a very small, small penis。 何その言い方。かっこいい男らしいな、めちゃめちゃ。いや男だなお前本当に。男だなって。あもう女が困ってんの、うん、やっぱり黙ってられないのよ。あ困ってる女がいるんだから。不潔で陰菌の俺たちは鈴木京香に捕らえられどこか地下のプールへ連れて行かれた。プールは水ではなく白い
デリケアエムズで満たされている。教科は陰菌だらけの水泳大会って叫び、優勝商品は私の体よと谷間を見せた。陰菌の俺と山田勝美はいち早く飛び込み、クロールでデリケアエムズの海をかき進む。後続が溺れ死ぬ中なんでだよ。俺と山田のデッドヒートはクライマックスへ。夏は股間が痒くなる。痒くなったらデリケアエムズ。そう念じ、俺は金玉にデリケアエムズを塗り込んだ。デリケアエムズと金玉が共鳴し一つになった時、スピードは陰菌を超え、俺は山田を突き放す。そして鈴木京香の胸にタッチし優勝。最後まで陰菌を乗り越えられず、僕は陰菌しかないんですよと泣く山田勝美を良きライバルとして称えたい。称えたい。いい加減しろ。なんだお前、もうポケモン完全禁止だぞ。もういいさ、諦めましたポケモン。もうドラマ出てもダメになっちゃいましたね。ラジオネーム、それは約束だから、バルーバラード FM 新潟。日曜日、はい、ノン、はい、お前らポケモン GO 禁止なんだってな。ざわだよ。あ、楽しみだな。外に行くのは怖いけど、ポケモンいっぱいゲットしようっと。家で行くな。怖いんだってこいつ。取れそう。家でしか取れねえぞお前。ラジオネーム長州の山田。有吉さん、僕はカツ丼を食べたいです。唐辛子を多めにかけて口に駆け込みたいです。だからダメだってそれ、酒飲みの発想じゃねえんだそれ、飯食いの発想だろそれ。今お腹が空いてる人がお腹を満たすためのもんだろバカ。そんな怒ることない。お前こいつもポケモン禁止してやろうかな。やりますよこいつ。よく行け。ラジオネームすまたまたぞ。有村架純ちゃんの留守を見計らい、スプーンを握りしめマンションに侵入し、お風呂場に置いてあるシャンプー裏のぬめりをスプーンで削り落としながら食べて、お風呂場の清潔感を保ってあげたい。これいい妖怪だな。妖怪妖怪妖怪だね。そんなのぬめりを食べる赤鍋みたいな。ラジオネームエモペ。ピンサロンに行った俺は指名はせずにフリーでお願いすると、店の奥からノロカヨがやってくる。俺は内心、おいおいぽっちゃりかよ、夏にデブはきついぜとがっかりするも、早々に射精してしまい、余った時間を気遣ったノロカヨから、よかったらおにぎり食べますと自家製おにぎりをいただき、恐る恐る食べてみると、うわ唐揚げが入ってると全裸のノロカヨに見守られながら、美味しいおにぎり食べたいです。どういうことなんだよ。ノロの時点でもう嫌だろ。ラジオネーム桃色クロババ。観光で鳴門海峡の渦潮を見に行った時、船の中で無料でワカメが食べられるので、腹腹食ったら全員から冷ややかな目で見られました。バカかよ、ジジイかよ、若いメール来いよ。ジジイばっかりじゃねえかお前。ナルト海峡おいぼればっかりよ本当に。なんだこれ、若いメール全然ビール飲まねえじゃん。そうっすね、誰も飲んでない。夏の薄めのビール飲めよバカ。来ないな。ラジオネームビッグワイ。西織さんの解明案を出します。 お人参。却下です。ない却下、却下、イメージないから。そんなお人参だってイメージないわ。本人言うのおかしいけど、お人参にしましょうよ。ダメ、全然ダメ。海の話題ないの。海の話題が全然来ねえから。海の来てはいるんだけど、ろくなのね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。理科の先生の松下奈緒に自分の竿を見てもらいたいと思い、僕先生のためにフランクフルトを作ってきたんです、食べてくださいと言って俺のもぎ取った竿を見せたら、松下奈緒先生は竿を顕微鏡でじーっと観測した後、これはフランクフルトじゃなくてチンコですね。冷静に。めちゃめちゃわかるね。あげるあげる。フランク
エンジェラギス。これフランクフルトじゃなくて、うん、チンコですね。テンションく。ブレーク。酔っ払った沢尻エリカは俺のアナルにレゴブロックを詰め込んで、ケツの中で組み立ててスカイツリー出してみなさいよという。俺はできるか分かりませんがやってみますと、お腹をぐるぐる動かし必死に組み立てる。できましたと手を挙げ、沢尻エリカの真ん前でズボンを下ろし踏ん張ると、肛門から出てきたのはスカイツリーではなく、スカイツリーよりも立派な一本グソ。それを見た沢尻エリカに、お前ベタだなぁと大爆笑してもらいたい。そして肛門科に駆け込み、大量のレゴブロックの行方を探りたい。お前ベタだなぁって笑わないだろ沢尻エリカ。そしてうわっ、お前ベタだなぁって笑ってくれるの、めちゃめちゃいいやつじゃん。いい人ですね。ノリがいい。どうしようかな、どうしようかな。はい。うん、これしようか、うん、ラジオ、あこのさ、うんだな、ね、難しいな、うん、もう一回これ。ラジオのプライドチキン、有吉さん、元 AKB48 の篠田麻里子が連続ドラマオンに主演の春さんの親友役として出演をしたのですが、放送終了までの流れが面白すぎます。まず放送4日前に番組公式ツイッターアカウントが春さんとのツーショット写真とともに篠田麻里子の出演を発表。ファンは毎週麻里子が見れると歓喜。そして放送当日、予告通り篠田は熱演を披露。しかし初回2時間スペシャルの放送開始50分後、画面には何者かによって殺害された篠田の姿が、血まみれになって横たわる篠田、それを見て嘆き悲しむ春。その後篠田の出番はもちろんなく放送終了。レギュラーを期待していたファンからは、マリコちゃんがレギュラーじゃねえのかよなど非難の声が聞かれました。おい扱い雑すぎるだろ。もう30のおばさんだとしても一応な AKB だぞ。ファンも篠田の元気な姿が毎週見れるって期待してたのに、始まってみりゃ初回から血まみれで死んでんじゃねえかよ。もう見てらんねえから、脚本無理やり変えてやっぱり生きてたってことにして、毎回篠田出してよ。アイドルやめんな。確かにそうだろうな。パン、それ楽しみしてたし、ね、そうドラマとしてはそれでいいんだろうけどさ、まあしょうがないですもんね、台本がね。ラジオのケツ出しエフェルト、広瀬アリスちゃんがヌンチャクを振り回していたので、よく見たらヌンチャクの棒が棒ではなく、もぎ取られたであろうペニス、誰のペニスなんだと周りを見渡すと、股間を押さえうずくまっている三遊亭円楽とファンキー加藤。俺が大丈夫ですかと助けに行くと、二人はしょうがないですよ、俺たちはチンコさえなきゃあんなことにならなかったんだし、ヌンチャクにでもしてもらった方が世のため人のためですよと落ち込んでいる。俺はそれもそうだなと笑い、ヌンチャクチンコを握るアリスちゃんを見ながらしこるところを、自分の下半身もコントロールできないろくでなしの性欲ケンタウロスの二人に見せつけたい。バカだな、あげとくよ。ケンタウロスか。めちゃめちゃこいつ送ってきてんな今日、気合。演技について聞きたいこと。はい、役者を目指しているリスナーがね多いと思います、ぜひこの機会にいろんなことを、はい、質問して勉強してください、はい、まあ、現役の、ね、俳優さん、舞台の俳優さんもいますし、はい、テレビの俳優さん目指している方、はい、まだまだ、はい、学校なんか通ってますよという子もいると思いますけども、はい、伸び悩んでいる方はいろいろ質問してください、うん、このシーン、こういうシーンはどういう風にしたらいいんですかとかね、はい、具体的な質問でも大丈夫です、はい、泣きの演技はどうしたらいいんですか、どうやって泣くんですかとかね、はいはいはい、聞いてください、はい、どうぞ。何やってんの、宛先を。あ、そっかそっかそっか、泣きの演技だから、泣きの演技、宛先どうぞしてる。うーん、何だ、泣きの演技だから、泣きの演技。何年目だお前芸歴。まだ19年目ですリーチじゃないか。え、20年ダメなんですか。やめるリーチだお前、20年のお前はアウトだぞ本当に、読めよさっさ。ラジオネーム超重ギガジャクソン、うん、面白い男と女の違い見つけました、うん、女には
チンコがないよ。いや全然面白くないぞお前これ。力入りすぎ。15メーター15メーター。